よし。全部ね。OK。じゃあ、サイトにボックスロゴ全部ないってもう出しちゃって。よいしょ。これ。はい、次。はい、勝ち、勝ち。どうぞ。オーダーの前にいいですか。いやー、この見ての通りで、ね、シュプリューめちゃめちゃ好きで俺を。いや、久々に行きたいけど、いやー、当たっちゃうもんですね。あー、ボックスロゴ、あ、全然来ないっすよ、正直。シュプリームずっとこう着てるやつっていうのはダセーなって思いがあって、今日もうみんな、もう俺以外はみんなダサいって感じになっちゃうけど、それはちょっと言い過ぎなんだけども、やっぱこれ一枚だけ持ってるわけよ、このやっぱレガシーでしょ。ここにとってやっぱこのボックスロゴはレガシーなわけじゃないですか。ね、だからここに至るまで何百人もこう買ってきたと思うんですよ、いろんなお客さんで。すいませんね。見たこと、それ分かってないですよね。そうなんですよ。もういい。だから俺もね、この、なんだろう、その、結構ミニマリストっていうか、なんだろう、割と、ほんと、なんか究極の一品しかこう持たないっていう、持たないっていう、持たないんだっていう、まあそういう服好きで、だからシュプリームも、正直この1枚あったら、このレガシー1着あったらいいかなと思ってたんですけど、今日のは迷彩っていうので、買っといてもいいかなと思って、まあでも、で、そのやっぱさ、やっぱり、そのいつもこう、シュプリーム狙ってる人たちでも買えないわけじゃないですからね。買えないわけですよ。その中、全然こう、買ってないね。俺が、こう、抽選当たるかって言ったら、ね、違うと思うんで、でもこう、当たっちゃってるんですよね。そう申し訳ない。だから、ほんといつもこう、買ってる人たちに申し訳ない。やっぱこのレガシー一着しか、やっぱその一着だけこう持ってるっていう点が、やっぱこう、シュプリームの神様的なのに、的なやつのお眼鏡にかなった的な感じ、なのかもしれないですね、もはやね。ですから今日は、はい、史上2着目の、私のシュプリームコレクション、史上2着目をね、買いに来ましたっていうことなんですよね。はい、本当、でも結局こればっか来ちゃうと思うんですよ、今日買っても。結局こればっか来ちゃうと思うんですよ。はい。だからもう全然ね、まあ本当、一旦買っとくみたいな気持ちなんで、はい。はい、ですから。じゃあ、何色でもいいかな、もう、あるやついいっすわ。はい。あるやつください。ボックスロゴの、あるやつ。一枚。ください。もう全部ない。全部ないって言うよ。全部ない？つまり、完売っすね。じゃあ、残念でした。ああ、そっかそっかそっか。さすがです。さすがシュプリームさん。わかってるわなるほど、なるほど、なるほど。なるほどね。ここ、だから、さっきの人は変えて、最後ですか？さっきの人で最後ってことですよね。なるほど、なるほどです。なるほどです。はい。OK、OK。だから、俺はこのレガシーを着とけっていうことなんですよね。結局、この完璧な一着があればっていう、あ、俺が悪かったなその、こう、浮気しちゃいそうだったっていうか、こう、二枚目、何をこう、一個二個と欲しがってるんだって、こう、真のシュプリーマーっていうのは、この、一着を、もう、ガシガシに着るっていうところに、美徳があるっていうのを、俺は、こう、だってすごい気づけなかったなぁ。OK です、OK です。だからこの、真の一着で、はい、今後も行こうと思うんで、
ありがとうございました。それ気づかせてくれたって意味ではこう並んでよかったです。はい。はい。あれは一枚も持ってないですよ。なんすか、なんすか。まあいや。それ。あの、それ。はい。あの、偽物っす。え偽物じゃないですよ。ガチレガシーですよ。これ、だから逆にそう見えちゃうんじゃないですか。その、いつか働いてるんですか。だからそう、最近働いてる、すみません、失礼なんですけど、最近入った人、店員さんだった場合は、結構これ多分昔のやつだと思うんですよね。もうめっちゃ前の、90年代とかのやつだと思うから、そう感じちゃうんじゃないですか。どうだったっすか、それ。これだから、そうそう。先輩にそのお土産で買ってきてもらっただけですけど、先輩でお土産で買ってきたもらったのやつなんですけど、めっちゃ、めっちゃニースだもんですね、それ。いや。で、ニース。よ、これ、マジのやつですからね。で、先輩買ってきてもらったやつですから、ああ、その文言でもらったシップは偽物なんですよ。いやいや、なんだ、なんだよ。本物だよ。本物だよ。ちょ、長いのもらってもいい？レガシーなんだよ。いや、わかってんだよ。わかってんだよ、これが。いずれもわかって。だから今日、ずっとだから抽選には参加してたら、ほんとここだけの話。わかんないからさ。で、やっと番号もらえて、今日。今まで事前抽選だったじゃないですか、オンラインでね。うん、それずっと探してたんですよ。でも当たらないですよ。そうやって、現地来れたことなかった。でも、ここ最近は、当日抽選だから、これチャンスだと思って参加して当たってきたらなんだよ。目の前で売り切れ振ってよ。残念。もう、これやるから、これやるから。これほら。ほら。本物ボックスロゴ。ね。ステッカー。5枚ある。うん。5も、これで。優しいっすね。ありがとうございます。優しいっすね。あっしゃ。